アガニョーク氏の旧印刷書アガニョークは、ロシア連邦で発行される、ロシア語の写真報道中心の週刊誌である。アガニョークは、小さな光、灯火の意味。アガニョーク氏はもともと、ロシア帝国時代の1888年に、創刊されている。ソビエト連邦時代になって、1923年に、ソビエト連邦作家同盟機関誌として生まれ変わり、 1957年には発行部数が85万部であった。カラーン移行後のグラスノスチキには、ミハイル・ゴルバチョフ大統領が、ビタリー・コロウ父を編集長にして、ソ連時代の数々の悪癖を暴露して人気となり、部数が300万部に達した。1990年には、ボリス・ベレゾフスキーが所有してきて、発行部数を450万部に増やしている。 アガニョーク氏は21世紀に入って一時経営難に陥ったが2009年にコメルサントに売却されている。2020年12月21日発行の号を持って紙での発行を停止すると発表した。売上不振が原因とみられる。イタルタス通信によると同志を所有するローテ新聞社コメルサントのジロンキ金社長はオンライン版は発行を続けるとしている。 アガニョークの発表によると、発行停止はコメルサントが組織構造の最適化を理由に決定。編集者らも解雇を通告された。ありがとうございます。